今回商品盆栽の部類なのでやろうと思ってるので小さくしたいので枝が長い部分を切ってあげたいんですよね。間延びしてるのでこの辺がこの辺の部分を枝をちょっと切ってあげるイメージで、どうしようかな。ここまでこれ伸びてない。これとかすごい伸びたってのあります。あの枝と比べるとすごい伸びてる。これがうざいのでこれをまた葉を切ってあげて、まあ、長くしようとする盆栽と小さくする盆栽全然違うんですよ、やり方が。こういうやつですか？それはもうこの分伸びてるのがあるので、根元から切っちゃうの？はい、大丈夫です。十分なんだよね。いいかもしれない。植え替えをするんですけど、それにあたってこの鉢に土を入れないといけないんですね。少しだけ、まあ、1センチぐらい土を入れてあげるイメージで、それが赤玉土っていう土で入れてあげるイメージで入れてあげてください。この鉢に、自分の作ったマイ盆栽の鉢に1センチぐらいですね。上の葉を切ったので下の上の葉だけ切ってしまうとそこから樹気ガスが溢れ出ちゃうんですよ。なので下の根っこを切ってあげて、樹気が出ないように止めます。なので樹気出ちゃうとやると困るのでこれを取ってあげて、まあまあまあ許容、どうせ土落とすからね。こんな感じ。小学類は根の周りの土を、さっきのお兄さんも言ってたんですけど、土を取ってあげると枯れてしまうので、土をある程度残す感じで根を出してあげる感じですね。で、土を割り箸開けて。僕先にやります。ありがとうございます。はい、ありがとう。フィッシュナイス。軽く落としていくイメージで、箸でついてあげるというか。これ根っこなんだ。根っこっす。ね。お、いいね。硬くなってるね。全然強くていいね。中の強いんですもんね。ガガガンってやつで。やってあげないと逆に良くないんで、盆栽に。盆栽のためだと思って、かわいそうだと思って。どうですか？針金出てきたけど、いいの？いいっす。針金見えちゃったけど、いいっす。大丈夫？思わず隠しちゃった。一番初め怖くてさ、ヒヤヒヤって全然できなかったんだから。上手上手、いいね。こんなもんでいいんじゃない？上手上手。こんな感じです。子供の方が飲み込み早いですよ。そうです、そうです。お年寄りは飲み込みが。そういうわけじゃなくて、やっぱり大変なんて思い切りも悪くてさ、怖くてさ、怖いですよね。もっ
そうですね。で、次は根っこ切る作業に入ります。根っこが二股になってるものがあると思うんですけど、二股になってる根っこを主に切ってあげて、例えばこの根っことかは二つに分かれてますよね、うん、なのでこれを半分ずつ切ってあげる。半分ですね、根っこ半分ずつ切ってあげる作業。上の樹液がはまるので違うね、枯らしちゃうのよ。ああ、やっぱ手とかしないと難しいですよね。なんか、はい、好きだから、はいはいはい、これちっちゃいの買ってくるじゃない。はい、枯らしちゃうんだよね。水が悪いんだね。水やりは本当に難しいですね。僕も見たりできないんで、うん、水やりやるにはもう3年ぐらい必要になりますね。だからここでさ、ちゃんとお酒頑張って。今回の車って本当に水そんなに好まない、好まないっていうか、それはちょっとね、そうですけど、あんまり水がいらなくてもいける。いや冬場はさ、外で大丈夫なの？外の方が、外のじゃないとダメです。中はダメです。あ、そうなんだ。日が当たらないので。うん、二股に分かれてないのがいいんでしょ。そうですね、大丈夫です。図工とか好き？図工とか好き？そうだよね、どうしたの？こんな感じでいいんじゃない？入れてあげる作業。パンケンです。確かにね、これはね、押し作業もするから一回入れればで、これを根っこを中に入れてあげないと枯れてしまうので、本当に空間ができてしまうとそこで枯れてしまったりとかがあるので、本当にもうズボッて入れたっていいです。で、根上がり何なのっていうと、根っこを一番初めに出させて、それがどんどん幹になるってもので、細い、そのぐにゃぐにゃってしたものが幹になる感じの、ものが根上がりっていうんですけど、それはもう未生から育ててあげた方がいいんですよね。初めの状態からやってあげないといけなくて、ちょっと今回のは厳しいかな。初心者向けにっていうか、まあスターターという感じでやってるので、今回厳しいかな。家帰って自分でやってみたいかな。ありかもしれない。いいね、上手、すごい。じゃあ、あとは、まあ、この赤玉土を化粧土って化粧土なんて感じで入れてあげると、サササーッキュッてしちゃって、キュッてしちゃって、あげて、中に入れてあげて、こんな感じでやってあげて、で、中に、もう本当にたくさんかけていい。それで、もっと、どうぞどうぞどうぞ、上手、こっちから、どうぞどうぞどうぞ、もっと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 いいよ、カリカリカリ、完成。おばあちゃんでいいって。じゃあ、見てましたか？上からもバーってやる。上からかけちゃっていいの？うん、これやる目的は土を染み出すことなんで、まあ、どこからかけても土に入ってもいいです。え、これ葉っぱのとこかけちゃってもいいんだ。いいです。はい。
あら素敵。パンです。あ、素敵です。すごい素敵なのが出て嬉しいよ、はい、どんな味かちょっともらっていいですか。あー、かわいいですね。どうですか今日作ってみて。かわいい。あ、かわいい。じゃあ袋だね。そうですか。今日作ってみて見せてください。あ、素敵、富士山だ。今日体験してみてどうでした。で、初めて盆栽作ったけど結構楽しくて、これお家でもやってみようかなと思いました。あー、よかったね。どうでした今日。もう嬉しいです。若い人たちに囲まれて楽しくできました。枯らさないように。はい、そうですね。そんな時はあの盆栽種の YouTube 見ていただければ。そうだ、可愛い。可愛いですか。嬉しい。可愛いでしょ。そうですか。嬉しい。若い子たちのあんな可愛らしいからさ、もうおばあちゃんだとこんなのしか考えない。褒めてもらって嬉しい。